はい、こんにちは、鍋です。前回、僕のアレンジをする前のベースの巻き方とかをちょっと軽く レクチャーさせていただいたんですけど、今日はそこから、基本編っていう形かな。でポニーテールのバランスの取り方とか、あとはちょっとしたアレンジのコツをお話しさせていただきたいと思います。では早速よろしくお願いします。じゃあ横を向いていただいて、でポニーテールとかするときは僕はこういうクリーム系のスタイリング剤を使うことが多いです。で、まあお客様モデルさんの髪質コンディションに合わせてこういったものを適量つけていくんですけど、最終的につけるスタイリング剤と違ってあくまでもこうアレンジをしやすくするためのベース作りの延長になりますね。で、ポニーテールなんですけど、まず最初にお話ししたいのがその骨格に合わせて、どういったイメージを作りたいかなんですけど、このポイントとして顎、それから耳で頭の形、そこに合わせて、イメージを決めていくんですけど、若いイメージだったりとかちょっと元気なイメージだったらポニーテールは高いポイントの方がいいと思います。でちょっと落ち着いた雰囲気とかになるんであればだんだん下げていくような形なので、その時にどういったところをポイントにするとバランスがよく見えるかっていうところなんですけど、まず高いところをする場合このフェイス